ABC 広田ちぐさ銀行員、誰よりもゆっくりな人、人の話を聞くのが仕事らしい。時に孫の成長を聞き、ある時は趣味のオペラの話に耳を傾く。ん？どうした？どういう状況？またある時はペットの話に、ってビジネスの話はしなくていいのかにゃー。猫を広げなくていいよ。ココちゃんです。そうか、黙って話を聞くとなすべきことが分かっていくのか。人生の話を聞く、それが彼女の仕事。それいけ、広田